次は番囃子で西王母という演目になってます。番囃子っていうのは先ほどの一丁とは違って複数の楽器で、お囃子を演ずるというのが番囃子です。この西王母ですけど、中国の故事にあります女神、西王母という女神ですね。女性の仙人の中の女王さんのような感じですが、その西王母の庭に3000年に一度桃の実がなるという、でその3000年に一度の桃の実を食べると、不老長寿に、長生きするということで、その西王母のところの3000年に一度 の桃をですね、帝に捧げて、そしてこの太平の世を祝福しながら舞を舞うというか、そういう、おめでたい、物語ですけれども、この番囃子をですね、太鼓と小鼓と大鼓、大鼓、大鼓と小鼓の、3つの楽器で演奏をいたします。よし。